場所一番の会心の相撲に朝青龍はいい出足だった、よく見て起こしていい相撲だったと自画自賛でした。大関戦です。右の上手、いや巻き替えた琴美希、バルトは左の上手です。バルト引き付けた上手投げ、バルト勝って6連勝、怖い存在になってきそうです。初日から好きなしの横綱白鵬、まずは叩きだ、白鵬が押し込んでいきます。大きく見ますが、はたき込み、相手の動きにも落ち着いて対応しました。次です。卓球の全日本選手権男子シングルスで46、完全な体勢、切り返す、切り返す、3連勝朝青龍、しかしあの体勢になりながら寄り切ることはできませんでした。2日目以降、相手に攻め込まれる場面もありましたが、しのいでいます。今場所の朝青龍、久しぶりに気迫を前面に出しています。よみがえった気迫の相撲で全勝を続けています。朝青龍の相撲をどう見る、込みで物差しに入ったり、その後の攻めが早いんですけれども、今場所はその中に入った時にちょっとこうまだ、慎重になってるのかなっていう相撲がありますよね。内安の親方は昨日の相撲が一つのきっかけになると見ています。ここ、5日間よりもかなり立ち合いの踏み込み、その後の攻めですか、良かったですよね。ここからまた違うんじゃないかなと思いますよね、本来の相撲何パーセントぐらいまで来てると、まあ、僕は 60%、70% ぐらいまでは戻ってきてるんじゃないかなと思います、はい、10勝11番12番ぐらいはいくと思いますよね、まあ、下手すれば優勝に思い切り自分の体をぶつけていくというか、そうですね、あの立ち合い相手が変化するとかですね、うんっていうのをもうあんまり考えずに、はい、どんどんですね、自分の体を生かして出ていく相撲を取っていけば、あの勝ち星も上がってくると思うんですね、こうやって上から見るとなんか土俵が背中が狭く見えますね。そうですね、まあ途中の大田も差し相撲なんで、ああいう立ち合いでもポーンとこう下からですね、前みつを回して取りに行かれたら嫌だと思うんですけど、差してくる力士ですからね、はい、ああやってこう勝ち上げてどんどん手を伸ばしていけばですね、あんま怖くない相手だったんですね、はい、まあ、今日はいい相撲ですね。そうですね、しかし錣山さん、はい、もうあの新入幕でもお客さんがこれだけの選手と、そうですね、相当もうお客さんとの間で山本山認知されてますね。されてますね。本当にこんだけあの大きい体してるんですから、もう稽古場でしっかり四股踏んで、はい、あの鉄砲とか腰下ろしとか基礎をたくさんやってですね、もうぶつかり稽古だけでも強くなると思いますね。なるほど。狩野さん、はい、敗れた栃ノ浦ですけれども、立ち合いにしまったんで、ね、そうなんですよね、本当早く勝ちたい早く勝ちたい、まあ、そういう気持ちがあってね、ちょっとこう下がって消極的な相撲になってしまうんでしょうね。そうですね。いや確かに1年間ずっとこう勝ち越せないっていうのは本人としても辛いでしょうね、はい、まあ、いい突っ張りとかもね持ってるんですけどもね、足腰もしぶといですし、はい、でも今は本当勝ちたい気持ちが強すぎて、どうしてもこうだからもう下がったら怪我しやすいですからね、はい、ああいう今日みたいな前に前にという相撲を取れば怪我もほとんどありませんので、もう本当に今日の相撲を伸ばすということだけでいいんじゃないでしょうか ね、 うね、山本山の場合は、はい、土俵上は千代白鵬と出島です。この2人も4勝4敗で中日を折り返しました。東方千代白鵬、西前頭9枚目熊本県山鹿市出身九重部屋、西方出島、西前頭7枚目石川県金沢市出身武蔵川部屋。右
右のふくらはぎの痛みに耐えながらのこの初場所ではありますけれども、この前半の4勝4敗というこの前半の相撲を見ていますと、中でもやはり3日目の鶴竜との相撲が非常にやはり館内を沸かせました。いい相撲でしたね、押してしのいで押してしのいでですね、お互いの力を出し切って、はい、館内のお客さんから本当に拍手、たくさんの拍手いただきましたね、ということでちょっともう一回見てみようかなと思うんですけれども、本当にこれお互いに攻防があって、見てる方がこうだんだん力が入ってきますよね。見てる自分も拍手したくなるような相撲でしたね。そうですね、ここでもとにかく千代白鵬は前に出ますし、それをこう鶴竜がしのいで反撃出ますし、お互いにこういなしてついてという、いや本当にこれがこの相撲というか力を出し切った一番ですよね。そうですね、見てて気持ちいいですね。はい、今のような相撲がやはりこの千代白鵬の一番の持ち味ですよね。もうついてついてっていう方がまわしを取るよりも千代白鵬は流れがいいと思いますね。そうですね、まわしを取ってこう組んでも左四つの型はありますけども、ありますからね、やっぱり突き押しを徹底してですね、まあ、相手を押し込んで左四つ組むにはいいですけども、立ち合いから左四つ行かない方がいいと思いますね。あ、どうでしょう、やはり四つも勉強しなきゃいけないなという気持ちは当然あると思うんですが、稽古では、ね、よく左四つで相撲を取ってますけどね、はい、なかなかこう左四つでも相撲は取るように強い相撲を取れるんですよ。そうですよね、ただこう突き押しやはり磨いてほしいなという気持ちが。そうですね、部屋の大関の千代大会も左四つで相撲を取れるんですよ。だからまあそれを真似してるっていうところもあるんじゃないでしょうか、ね、なるほど、その千代大会に憧れて角界に入りました千代白鵬。一方の出島、今場所なかなか出る出る出島という相撲が取れずに来ています。立ち合い、肩すかし、千代白鵬の勝ち。相手の低い姿勢にこう頭を下げて、その後足が出島出ませんでした。千代白鵬勝って5勝4敗、出島に